どうも、マキマキマッキーです。本日はおなじみスワンです。今日は平場になるんですけど、これはね、秘密駅がありますね。秘密駅、これでね、ちょっと大台を釣ってやろうかと思います。これでね、匂いで大台を釣っていこうかなと思います。マッキーさんのションペンがズケハンって、そんな色やねこの一夜漬けしたんで、ね、青森がこのね、匂いでね、ちょっと態度をつけたいと思います。どうぞこっちしかできないんで、あ、確かに大丈夫です、はい、もし、閉まってるんで今日も一日よろしくお願いします。ちょっと抵抗あるからそんなにいいかもしれんけど、さっきよりは、あ、全然ないか、全然ないわ。あ、でも一応あった方がいいか、微妙なとこやな。ボスかな、微妙や。この間はドラマがありましたもんね。一応50、ね、50あったから、とりあえずだった。ありがとうございます。10時15分、
よしよしよし。ちっちゃそうやけど、今のところ大丈夫そう。ちっちゃそうやね。ちっちゃいやつってなると大きいやつなんですよ。数でしょ、数。数なんで。あ、ちっちゃいのがやっぱ思ったよりちっちゃいわ。リリース。リリース。超過です。はい。でん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 。こっち。こっち。こっちだからこっちじゃないよ。こっち。まあこれでブーが3回ぐらい増えましたね。こっちとタイ。タイ持ちましょうかね一応。腐ってもタイですからね。そうやね。形なくなるまでタイやから、タイめっちゃ無理やり感が、これこの大きさに頼るようになってしまった。顔が映らんように、顔が映らんように顔が映らんように、タイの神様みたいになってます。今日も小さいタイをありがとうございます、船長。小さいタイを小さいタイを小さいタイを釣らせていただいてありがとうございます。こちらこそ、リリース、ほとんどリリースのタイね、ちっちゃいの。はい、チャリコっていうのかな。でもゼータ系めでたいじゃないですか。うまい。はい。明日はどうされますか。ん？明日は。明日？はい。明日は行きま。どこに？ここに。あ、ここには来ません。はい。じゃあまたお越しをお待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。じゃんじゃん。ご視聴ありがとうございました。
新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。